社長、着きました。おー、着いたか。着きました。おー、着いたか、あんな。着きましたよ、ボス。ついに来たな。来ましたね。視聴者の皆さん。はい。今日はまあサムネにどういうふうになってるか知らんけど、はい、昔からずっと、中学校からの友達、はい、中学校じゃないか、16、17ぐらいからかな。はい。中学校卒業して、高校行って、はい。まあ、高校でできた友達の同じ中学校で、はい。中学校は違うんだわ。はい。十何年喧嘩しとって、十何年うん。仕事してからな。経営者、お互いの経営者、まあ、それ詳しくまた言うけど、はい。で、まあ、そこの、そいつの会社の前の女が。来ましたね。十何年、大喧嘩したな。十何年っすよ。バチバチに行かれバチバチ行くんですかバチバチでしょ、そんなバチバチですか、まあ、もうついに俺もここまで来たよ、やばいっす、乗り込むよ、十何年のお前確執に対して勝ち込みっすか、勝ち込みよチキンカレー食べてよそれ勝ちカレーっすよそれ勝ちカレー勝ち込みじゃなかったまあとにかく行ってみようか、行きますか、やりますじゃん、ボケカスコラ、いいじゃないですか、おしゃれですよ、全然ニノスって顔してないよねどういう意味なんですか、ニノスバカって意味だよ、いやいやいや、ニノスイコール17年の叩きってことだよ こんにちはあ、ちょっとスリップ、え、あれ社長、ちょっと靴脱がなくていいんですか、どうもこんにちは、なんだこれ、なんだはいどう靴履いとるよ、なんだ靴履いとるよ、ドキンだけど、俺はお前神なんだから、下人とも同じことだよ、逃げるから、クマの上にしか逃げるから、ドキンだよ、これあ、履いとるね、じゃあ僕はちゃんと脱いできますよ、靴脱げてる、俺神だ、クマの上にしか逃げるから、青か、お前自身が歩くようなところ、俺はスリッパで歩け、なんでかしてよ、なんでかしてよ、なんで青か、なんだ、これスタイル、僕らじゃ納得できないです、お下民どもが歩くようなところ、お前これは土足で歩かなかったのか、俺がこんなそんなこと言いながら、あのちゃんと脱ぐんですねじゃあ、じゃあ、じゃあ、何俺に仕事頼みたいなんて100年早いよあのさ、実は視聴者の皆さん似たような動画じゃない、実は全然やってない、だけど本気で、まあ、今回お化粧でもらったね、いや、まあ、ちょっと、まあ、狙いっていいか分からないけど2000万丁、おお2000万丁結構大きいですね、昔、はい、何年前、14年前、もう十何年前で、ね、まだ会社作ったばっかり、そうだいぶ前ですね、だいぶ前、だいぶ前、それ以来ほっといっても喋ってないよね、あ、今せなかった、おったらやめとこうっていう感じだった、ああもうお互いに避けてたんですよ、そう今日バーベキューあるよ、あ、今度来週バーベキューあるって言われたら、しくんのみたいな、はい、あ、おるならやめとこうって、お互いだよね、お互いだよね、お互いなんでだろうね、ちょっと若さもあったかもしれんけど、はい、うん、あ、会いたくなかったね、会いたくない、今でもよく言われてます、僕言われてます、だけど何だろう、時間かな、分からん、いや突然だよ、慣れたぜ、でも本当にそうだよね、今はもう逆に会える時はしょっちゅう言いますね、マジですか、しょっちゅう言いますで、まあ、仕事の相談したりとか、はい、まあ、いろんな悩みぶつけたりとか、はい、まあ、経営者同士だからさ、はい、まあ、いろんな悩みもありましたから、まあ、うちも近いし、うん、それもあるのでよくね、喧嘩した理由っていうのは、うん、まあ、僕らもね、お互い仕事やってて、はい、もちろん先輩、先に始めてる人なので、はい、仕事で喧嘩したの、そう、仕事で喧嘩したの、ね、それには喧嘩したの、じゃあ喧嘩したのもう31人ぐらいそうで、仕事で真剣にやっとって、はい、で僕はちっちゃい浅はかだったもんで、はい、こういう例えば値段のことでも言ったらそんなも高い、そのもうやり方を知らんもんで、あ、そうそう、もう俺がだってもうだって5年6年ぐらいやったんだよね、うん、で同じ経営者の塗装屋でリフォームを振ったんだ、はい、でリフォーム会社の視聴者の皆さんもう今ねこれ10年以上やってる、12年ぐらいやってるから、はい、で俺は3年目だ、うん、ちょうど、ね、緑店の看板とか全部やってる、ね、そうで、はい、看板やったりとか、ね、そういうのってまあ基本外注さんじゃん、リフォームなんか奥深いからさ、まあ、もう大の服屋の職人バリバリだと思う、大の服屋の張り物だって、こういうのも全部貼れるでしょ、あ、こういうのか、こういうのか、プラスチックみたいなさ、はい、もう丸いものから、だからヘルメットにも綺麗に貼れる、そうヘルメットに貼るって相当レベルだから、ドライヤーとかに熱しながらでしょ、あ、そうですよね、あの曲線とかも、そういうのすっごい、そういうのの職人をやってたんだけど、その後出て、自分でやるときに仕事を振ってくれたわけ。振ってくれたわけかね、今、両面やってるならって言って。だけど、それに、まあ、
今振り返ればだけど僕も必死だったけど、うん、あの値段の出し方でもわからないし、うん、もうとりあえずそのいくら欲しいかになっちゃうとね自分が、うん、でそのもっと安く取れるあいいこと言うね、うん、いくら欲しいかお、うん、初めてこんないい話したこのおっさんこのおっさん何でそうでも、まあ、見積もり頼んだら、はい、これ高いわって話で、うん、いやそんなこれ普通だよ、うん、だけど俺もそうだったの最初やり始めた頃って、はい、例えば塗装を塗装屋さんに頼むわけじゃんお客さんからもらって、はい、足場屋さんに足場頼むわけじゃん、はい、仕入れ屋さんに頼むわけじゃん、はい、でいい値だといくらになりますかって言ってやっぱみんなふっかけるんじゃない、うん、まあねわからんもんその物の材料も安い取り方も知らんしそういうブレもないもんでそう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 近くで簡単に取れるものを取ってそうそう、はい、であの人も悪い人じゃないもんでって、うん、で職人さんって基本悪い人いないじゃんそうそう、はい、だけどやっぱり今経過自体が下がってきてるから、ね、だから俺もまあ痛かったんだけど、うん、でまあそこでいやただし高えよどうだよこうよって話になって、うん、いや俺もそんな別に抜いてねえよとか言う、うん、さ俺も分かるんだ今になったら性格の問題じゃないじゃんそう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 別に本当に教育業者さんが100万円出したやつを、うん、例えばまあね段取りから何回あるから110万円出した、うん、そうそうはいその110万が俺は高えわって言っても、うん、こいつからしたらただしからしたらいや100万円たった1人しかもらってないよこれ元打ち合わせで何回もやってみたいなあるわけじゃんそうそうそう本当そういうことだよねまさにそうなんで俺ももうあいつダメだって、うん、で俺も逆になんだそれって思っちゃってはいそうそうお互いねお互いにねだって俺あいつの儲けとんじゃないかになるわそうそうそうあそうですね逆にねお客さんに対してその抜き幅を抜きたいもんでそうやってやってんじゃねえのかみたいな、うん、でわちゃわちゃ揉めてはい10年ぐらい経ちました17年17年経ちましたそう10年っすね。もう多分道端だとボコボコになって車で通しちゃったあれーってもうゲームの中の世界みたいなのやめてくださいおやったけーって何回かパンクさせたかお前か俺俺10年車パンクしたとこ家の前でしたんか思わぬとこに犯人いましたねえか俺視聴者かな思うとこ人間だね人間だでまあ3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月もう半年ぐらいかな半年だね半年ぐらい一緒に酒飲んでこうやってやるけどはいすんごい立派な店じゃんいやいやいやそれいやいやいやそれはないでしょいやあのさ、見て携帯とかもさはいいやいやもうこの携帯持ってさ違う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 いやお金にシビアなんだもんやっぱりここは家族もいっぱいあるしその従業員っていう、はい、そういう感覚っていうのをいろいろ教えてもらって、はい、まあ酒飲んだりとか、はい、そういう僕もやっぱそういうのを聞きたいし、まあでもその感覚あるときっちりしてるし、自分に全然仕事にはしてるし、例えばそういう従業員とか家族に使えるとこは使うじゃない、はい、そういう使うじゃないっていうのは、あなた使うじゃない僕はどっちかというと、ね、残そうとばっかりしてるもん、それもあまり良くないもん今はだってすっごい貯蓄をしようのいや、貯蓄はしてない、しない、しない、家の金庫をですねいや、まあまあだよで、まあ社員は事務系しかいないけど、全部営業自分でやってるけど、あ、そうなんですか。だけど、まあ、つながりとるから、つながりで、まあまあ、そこそこやってるから、はい、逆に事務系めちゃくちゃいいよね。うちって営業マンもおるし、広告宣伝費もおるけど、そうですね。で彼がもう広告塔だし、付き合いでいろんな顔で、いただいてる感じで、いただいて、2000万させましょうとか、ポーンと入ってくるわけじゃん。すごいっすね。で、偉いのは値段も、そこも、別にお互いに話して、俺はもうそう儲けもいらんから、俺も言ったのうちで頼んだと、そう高えよって、はい、だから彼も覚えやと教えたんで、はい、でうちで頼んで営業入れるなら高なるよって、うん、あだから最初は遊ばれてやろうかって話したんですね、最初は。だけど、うん、やっぱりそういうのも話聞いて、はい、やっぱそういうのも覚えなかったので、そのペンキの方も聞きたいし、はい、やっぱり長く見たときにいい会社じゃないですか、はい、なのでそこで僕も顔になるもんで、はい、だったらこちらとお願いできんかなっていう話で、今日に至るんですよ。おまあでも そうだねリピートのお客さんというかさ、うん、が多いわけじゃん、はい、顔で来てるもんでやっぱ塗装でじゃあ中途半端にじゃあ俺も教えてあげて管理もやりゃあってでそれ塗装屋さんにやるよりやっぱ営業まで入るとやっぱ2回道場してうちをやるか、うん、職人さんとしてやるんだけど全然違う、うん、職人は紹介されるもんねって、うん、いい職人さんを知ってるよって言ったけどやっぱ管理はでも覚えやってちょっと手伝ったりもでしたけど、うん、でそれじゃあいいものが出せんって、うん、だったらなんとか今は乗り越えできたけど、うんはい、やっぱりそういうのもちゃんとしなかんね仕事は、はい、しないかんもんでそういうのも、うん、行き当たりばったりみたいな感じだったもんでそういう大きい工事っていうのは、はい、だからそういう大きい工事とか得意じゃないですか、うん、だからそういうのを教えてもらいたいしそういうのを見せてもらいたいなっていうのがあると思うんで、うんまあ、特に内装が見ないよねそうそうもともとそうなんですよそうそう本当に動画に出てもらうぐらい、まあ、最近本当にね仲いいですね仲いいね、うん、そうですね、まあ、話も合うし、はい、そうそれがでかい、まあ、もちろん家庭があるんでさそうそうあれは2人で居酒屋とかでさ、はい、飲んでいろんなこと喋って先ほどもねバンバン使っとるっていうイメージあるかもしれんけどそんなこともないから、はいうん、やっ
くそういう人やね、うん、時間も、ね、決めて帰るっていうやってますし、いや時間はあったよ。俺は帰るんだぞ。もうちょっとまあさ、それでもちらっているじゃんスナック部屋で。そうですね、まあお付き合いとかでもありますもんね。あれなんてたまに行くよ。それ行かんけど、で俺はもう11時12時間でも帰るよ。ああ。だからテンション上がります。ああ。奥さん見てますか？僕は先に帰ってますよ。僕は先に帰ってますよ。いやいい楽しい。いやだけどこれから本当にね、いろいろまだ勉強したいし、うん、はい、で、価値は出るよね。いや、全然違う。全然違う。まあ、じゃあ、こいつ負けたくねえな。そうそうそう、同級生だもん、余計、うん、僕もやっぱりそう腹の中では、うん、もっと頑張りたいなっていうのがあるので、そう俺もあるもん、うん、あ、いいとこ悪いとこあるじゃん。うちも悪いとこもあるし、他社のとこでいいとこもあるから、やっぱそこに負け、利益率があるなっていうのはやっぱ高いしさ、うん、あと自分一人やるからね、はい、やっぱうちって広告宣伝と営業マンっていうのに値段聞いた時、びっくりしたもん。正直だけびっくりした、ね、すごいお金がかかったんだなっていうのは、ね、そうそうそう、それが大変だよね。それプラス辞めてる人もね、1年2年かけてやっと育てて何千万ってかけて育った人が辞めてくるってことは損したよ。そうだよね。そうですね。僕も一応経営者っていう形はそうかもしれんけど、スタイルいろいろあるけど、やっぱりここに家族がいっぱいおるっていうところが後ろに見えるもんで、はい、やっぱり動き方っていうのも全然違うと思う。何今日狙い上げてくるやん。そうそうそう。だからこれいいふうじゃない。そんなに動画に出たよ。カットできるとか違う。そんなに動画に出たよ。奥さん見てますんで。そんなに動画に出たよ。嫁子供が見てますんで。怒られちゃうんでいけないんで、はい。怒られへんな。俺みたいになっちまう。俺みたいになっちまう。口は言わんけど、最初はね、相手が傷つくこともありますんで、まあ、はい、俺もまあそこはね、コメント欄いろいろ来るけど、まあ俺はそこはフレンド、絶対に。ね、まあなんとなく分かってると思いますけど、視聴者もね、はい。でもね、家庭は大事にしなきゃ。なんであんないい奥さんいないわ。もう神みたいな奥さん。ちゃんとや。いろいろさ、支えがあるもんで、はい、そのご飯食べとっても支えてもらっとるよね。それはあるね。家族を支えとるんじゃなくて、家族が支えてくれてる。ありがとう、ありがとう。本当に奥さん見てますか？見てて。ぜひ見てほしいですね。ちょうど、いつも言ってるし、自分に言ってるし。だからこんな人珍しい。大体普通言うじゃん。嫁なんかも飯食って、お前いい生活しようだけだわ。まあまあ、いいちょっと。こちら頑張って、もう本当に死ぬ気じゃん。人から見たら遊んでるのかって見えるけど、嫌なこと言わなかんしさ、嫌じゃん。1000円のこと、100円のことでも。感謝してます。ね。嫌な時あるじゃん。ね、手数料はこっち持ちですか？そうそう、細かいこと言うんですよね。とかあるじゃん、本当に。こんなこと言いないなとか思うけど、代表者がやっぱり嫌な仕事しなかんしょ、会社の。いやでもいやそれも全部経験してって力になってとるし、はい、それもそういう時に小林社長に会って、はい、いろいろそういう余計勉強させてもらったこともあるもんで、はい、まだまだ上を目指したいと思ってますね。おー、勝手にまとめない。司会進行なんかやらねえんだよ。じゃあ俺一応ね、仕事の話になったから、まだだから、はい、ってお茶しましょう。そうですね、ちょっと一応営業モードでよし。ここでもいいですか、視聴者皆さん。はい。ちょっと茶番に付き合ってもらったみたいな話になってますけど。あ、そうだけですけど。まあ、今日本当にでも仕事もちょっと。あ、そう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 。来たから、電話来たから。はい。まあつい、まあ、これ二人でこの確信に迫るという来たから、ね。そうですね。もう仲悪いのは終わったもんで。そうだね。もうは終わったよね。終わった。まあもうこの半年ぐらいでいろいろお互い知って。そうそう、距離感も分かってるし、ね、うん、ね、ちょっとのタイミングで仲良くなってちょっとで終わるって感じじゃなくなってきたよね、この半年でいろいろ腹は。いろいろまだ先のことも話もしてますし、はい、あれちょっと落ち着いたんですね。そうそう、一時期ちょっとわーってなっちゃったけど、はい、ちょっと落ち着いて、毎日ちょこちょこぐらいになってます。それやりゃいいよね、家族でもね、迷惑、社員でも迷惑かけるような形ぐらいで、はい、はい、ちょっとまあ経営者の人であれですけど、それちょっと一つ宣伝、あの大規模のマッチングサイトを今オープンしてて、はい、お蕎麦屋さんはあの登録できますんで、はい、ぜひ登録してください、はい、で9月の頭だともうあと3日4日だな。そうですね、もう本当にすぐですね、まあ、撮影なんでね、はい、まあ、これの頃にオープンしますんで、全国まだまだ登録されてないんで、1000社ぐらいいた段階ではちょっとアップデートもどんどんやりながら、あの広告宣伝かけておこうと思ってますから、はい、で有料バージョンが出てくるけど、あのずっと無料でも使えます。で唯一マッチングサイトで会社を全部調べたら出るもん。普通見せないんだお客さんの。あ、そうなんですか。お客さんにね。はい。だってお客さん直接言っちゃうじゃん。あ、そうですね。で、うちはもう広告宣伝がさ、やっぱ広告だけじゃなくて YouTube が宣伝になって無料で宣伝できるから。そうですね。みんなに恩返しも半分。で、一緒にも、はい、全国の塗装を盛り上げて、いいものがどんどん高まっていけじゃん。はい、いい塗装屋さんが見つかって、はい、っていう、なんか盛り上がればいいかな、業界がと思ってますんで、ぜひ登録。で、一人分けたところでも全然できるんで、はい。ぜひ登録してください。お願いします。よろしくお願いします。せーの。
またね。Yeah.